はい、ワケありダイエットウォーク、まこねえです。収録してもアップしてない症状が3日続いています。そう、スプーンは昨日、だから、昨日はスプーンのやつをもうアップしないし、そう、金曜日と昨日の分も収録したのに、アップしないと。コーディングもしてない。サボり癖っていうわけじゃなくて、なんかね、そう、モチベーションがすごい、ダダ漏れというか、ダダ落ちというか、そんな感じで、なんか、体調の復調、まあ最初の子はね、そう体調が悪いからっていう言い訳してたんだけど、体調が悪いからじゃなくて、もうなんか気持ちのモチベーションが保ててないっていうことなんですよね。そう、まあそこで今日は、そう、その原因はまあどうでもいいけど、そういう時どうしようかなって、まあ考えると、まあ選択が2つ、やめちゃうってことと、モチベーションを持ち直すためにっていうことに何をするかっていうことだと思うの。そう。で、そのモチベーション立ちで、やめちゃうっていう選択も、まあね、ほんと毎日ちらつくんだけど、まあ、そう。まだやめるには早いでしょ。すごいな。まだやめるには早いでしょうと思ってて、じゃあどうするか。まあ、モチベーション持ち直すにはどうしたらいいかっていうことの中で、まず、そもそも、ちょっと、過剰というか、頑張りすぎてるというか、やりすぎてる。やりたいことはとりあえず、一気にね、広げすぎて。まあ、そこで、私の中で重荷になってる作業を分断して、クローズしていこうというのがまず一つ。そう。まあね、やってるうちにやりたいことと、もうただの作業になってしまってるものと、作業になってしまってるものは楽しいわけじゃないから、モチベーションが下がるわけよ。だから、モチベーションが保てなくて、楽しくないと思ってて、自分の中で重荷になってるものは、もうクローズしようと。で、まあ楽しいと思えるもの。で、まあ苦痛じゃなく続けられるものをまず残して絞ると。そう。まあ私の性格的にはそこからまた拡大していって、まあ、広がって絞んでという感じで、まあいずれね、洗練されていくだろうというのが、まあ、私の中の、まあ、パターンなのかなと思ってて。で、今日は、その何を絞ろうかっていう話をしていこうと思ってます。まあ、その中で、私にとって、今やめられない最優先のものは何かなんて話から、そう。まあ、まるっと最後、職場に着く頃には、まあ、何を絞って、何を残して、っていう話ができるんじゃないかなと思ってます。その中で今日は、そう、高速エレベーター解決法ということで、高速エレベーターをとりあえず、急降下中のものをストップさせようと、緊急停止をテーマにお話していきたいと思ってます。まああれこれ広げたりしすぎた結果、まあのんびり時間を潰せるっていう時間がなくなったんだよね。そう。でもそれが悪いことってことでもないと思うの。っていうのは、まあ、風邪ひいてね、具合悪くて寝込んでたっていうのもそうだけど、寝込んだらな、結局さ、寝てるっていうよりも YouTube 見てるだけでさ、まあ、立ってパソコンいじってるか、横になってYouTube を触ってるかで、決してやりたいと思ってる作業をやりたいと思ってない作業をやってるか、ただやりたいと思ってることを横になってやってるかの差でしかなかったの。結局さ、24時間はみんな生きてるから、24時間の中で何をどう使うかっていうのは、まあ、自分の考え方一つなのね。そう。となるとさ、そう、広げすぎたと言っても、24時間の中でやってたわけだから、許容範囲、自分の能力で生ききる範囲ではあった。うん。でも、それを、楽しめないのなら、一旦クローズして、そこから楽しめるものだけを、もっと、広げていこうというふうに考えています。はい。まあ、その中で、まず、今、最優先とか、まあ、今もこれからも、やり続けていくぞっていうふうに、まず、自分がね、やりたいやりたくないじゃなくて、辛いか辛くないかじゃなくて、もうやらなきゃいけないっていうふうに決めてるのは、やっぱりダイエットなのよ。うん。そう、ダイエットで、16時間断食を、継続するっていうのは、まあ、これからも、そう、続けようと。まあ、16時間断食の、ショートムービー、そう、もう4日間ぐらい上げてないと思うんだけど、そのショートムービーは、まあね、私の Vlog みたいなもんだからね、そうガチの Vlog はさ、もうプライベートで Vlog するのが嫌だから、うん。そう、プライベートで Vlog アップするのが嫌だから、だから、まあ、それは、ショートムービーで、ショートムービーの Vlog をもうちょっとクオリティを高めていこうかなと思ってます。そう。うん。で、反省会は、もう月1回でいいかなと。もう毎週はいいかなと。そう、月1回にしようかな。もしくは自分自身で投稿したいときだけにしようかなと思ってます。はい。で、反省会も、ポッドキャスト形式じゃなくて、そう、まあ、来月の頭に、ウェブカメラを購入しようと思ってるのね。そう。なので、顔出しプラス、うん。どうかなー。ちょっと待ってね。そう、来月頭に欲しいのって、それが最優先なのかなと言われると、いや違うかもしれないなと思って、そう、まあそれでも、反省会毎週やっていくのは、そう、本当自分を見つめ直すのは重要なことだけど、一回ね、落ち込んじゃったのを、パッとモチベーション1週間で直せるかったら、まあそんなこともなく、そう、ちょっとね、反省会に関しても、見直そうと思ってます。なので、まあ基本的に今やってる全部のコンテンツを、一旦クローズして、見直す方がいいのかなと思ってます。そう。まあ、リストはリストで残しておいて、全部のものをね、まあ、クローズさせたいんだっていうことを、一旦クローズしようと思うんだ、みたいな感じで、そう、ちょっと動画を撮ろうかなと思ってます。うん。いや。なんでそんな息聞いてるかというとさ、まあ、先週の金曜日以来久しぶりにウェイトジャケットを着て歩いてるんだけど、まあ、さすがにね、ほとんど寝込んでたせいか、そう、まあ、ウェイトジャケットは着て歩くだけで、疲れるわ。そう、まあ結構体力も筋力持ってるんだろうな。うん。そうね。で、いや、ちょっと取り留めなさすぎるな。そう、ちょっと、もう一回整理するね。そう。大前提として私2つチャンネルをやってるわけじゃん。そう。で、2つチャンネル、両方ともね、チャンネル登録数はだいたい、100から200の間ぐらいなのよ。そう。うん。で、一つは、もうほんと、防災関係の情報だけ。そう、うん。で、そうね。私の中で、そう、どっちか残すって言われたら、どっち残したいのかな。違うな。どっち残したいってわけではなくて、まず私が自分で何をやりたいかっていうことをもうちょっと、絶対に捨てられないのは、絶対にゼロにできないのは、16時間断食。まあ、ダイエットだよ。そう、ダイエット。そう、ダイエットに関して。うん。ダイエットに関してなんだけど、それはね、そっちで続けてもいいと思うんだけど、そうだな。そうだな。そう、どうなんだろうな。ねえ。このポッドキャストもさ、うん。確かに、すごい、時にはすごいストレス発散になるし、時にはこれがあっていいなと思う時、あってよかったなと思う時もあるし、逆に、話すことが見つからないで、ものすごく、ストレスな日もあるわけよ。そう。じゃあ、なければなく、じゃあ、それってどうすればいいのっていうふうに、やっぱ考えるとさ、そう、なくしちゃっていいのかって言ったら、いや、そうでもない気もすんだよな。そう。まあ、ここ最近さ、やっぱ結構いい時間さ、YouTube 見てて、思ったんだけどさ、うん。まあ、他人の YouTube 見てると、ダメだね。そう、なんか、好奇心の幅がまた広がっちゃう。これもやりたいな、あれもやりたいなとか思っちゃう。結果的に目移りしちゃうわけよね。そうするとさ、またやりたいことの幅が広がっちゃう。そうすると、今やってることが退屈になってくる。今やってることが退屈になると、もう一回になっちゃうんだよね。まだ13分しか歩いてないのに、もう、そう、いやー、表、このウエイト、結局、プラス10キロしかないのに、プラス10キロだけで、こんなに疲れるなんて。まあでも、そう、もともと、そう、Vlog に近い感じで、やりたいと思ってて始めたんじゃなかったかな。だからって、そう、他人とね、密な連絡を取り合ったりするとか、まあ確かにね、そう、ライブ発信って、まあ、向いてると思うけどねっていろんな人も勧められるんだけどさ、そう、毎日、というか、まあ苦痛なんだよね。そう、人との付き合いが苦痛なんだよね。結局、自分でなんか作り出して発信するっていうところがさ、まあ最終的には、私の好きな大元って結局自分で何か作ったのを人に見てもらうっていうのが好きなわけだ。そうなんだよね。結局コンテンツを作るのが好きで、そう他人が作ったコンテンツじゃ満足いかないわけよ。そう、自分が満足できるコンテンツなのかな。そう、まあ写真だけ考えるとそうだね。私の写真は私が多分一番のファンで、そう、おいカラスに声かけたら逃げちゃった、うん、結局私の写真は私が一番のファンで、そうとなるとやっぱ私の動画の一番のファンはもう私なのかなってことになるか。となると今の動画がじゃあ私の一番好きかって言ったら、まあそうでもないんだよな。だって自分で手抜いてるなと思うもん。そうで低調枠があまりない。自分で向上していこうっていう気持ちがあまり、まあ動画の中にあまりないから、そう目指してるところがほんと底辺すぎて、うん、そうじゃあどこを目指していけば自分をもっと、高めていけるかっていうのがそう今喋りながらおぼろとなんとなく考えてる感じてるのはそうやっぱ対談形式なのかな。そう人と対談してそれをコンテンツにしていくっていうのが、あんなに人と向かい合うのが嫌だって言ってながら結局人と向かい合うのが好きなんだよね。変なの私って今ねちょうど橋の真ん中ぐらいなんだけど、もう雨降ってないな。傘畳んじゃおう。でもまあ真正面から車来るからさ、橋の上でさ、そうするとまあ結構ね水しぶき飛んでくるから、まあ、傘してもいいけど、結局人と向かい合って話をするっていうのがまあ好きなんだけど、その中からさまたいろんなアイデアとか生まれてさ、こんなことやりたいね、あんなことやりたいねなんてやって、まあ、それをまたやり始めるとめんどくさくなっちゃうんだよね。そう、うん、だからもうほんと聞くだけ聞くだけ流すだけみたいな感じじゃないといや疲れたな、うん、週の2日目なのにこんなに疲れちゃって大丈夫なのか。いやそういややるよ、うん、なんだろう、もうねここさ3日間さ録音してもアップしなかった一番の理由はさ、なんかこの話してる内容がクオリティが低すぎて、レベルが低すぎて、自分で満足いってないんだよね。そう、だからもうさ、投げやりになっちゃう。これもう喋ってて思うんだけど、そう、こんな内容、さ、アップしたくないんだけどって思いながら喋ってるんだよね。うん。どうしよう。ここで止めて撮り直す？もし一旦停止しよう。よし、あれから10分ぐらい経ったんだけど、ちょっと歌いながら行こうかな。うん、その船を漕いで行け、あそうだ、6月4日に再び、舞台に立つんだけど、ステージに立つんだけど、まあ、その時はね、ダンシングヒーローを、踊るチームと一緒にコラボで、ダンシングヒーローを歌ってくれっていうことなんだけど、まあ、この曲歌ってから、ダンシングヒーロー歌うかな。今日、私がね、そう、好きなんだけど、って感じの歌だな。今日、その船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。全然声出てないというか、出す気がないぐらいの声だね。てってちゅーてって。その船は今どこにふらふらと浮かんでいるのか。その船は舞い上がるその時を忘れているのかな。がされまいとさからいながら船は挑み船は痛みすべての水夫が恐れをなして逃げ去ってもその船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。なんだろう、全力の10分の1ぐらいしか声出してないけど、うん、まあ朝一発目だからいいよね。その船は自らを空船と忘れているのか。その船は舞い上がるその時を忘れているのか。地平の果て水平の果てそこが船の離陸地点。すべての港が明かりを消して黙り込んでもその船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。何の試験の時間なんだ。何をサボかかりなんだ。何を狙って付き合うんだ。何を動かすんだ。何の試験の時間なんだ。何をサボかかりなんだ。何を狙って付き合うんだ。何が船を起こすんだ。その船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。その船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。そうね。いやいやいや、ただ歩くだけでこんなに汗かいてるなんて。どう？まあ今5時11分だから、まあなんとか職場には間に合うけど。いや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 なんだろう、なんでこんな一発目から声出ないの。まあいいでしょ。で、愛してるよなんて愛してるよなんて誘ってもくれないキャンドルライトが素敵な夜よ。いや全然声が出てこない。ガラスの靴なら星屑に変えて真夜中のメリーゴーランドンついて行きたいの今夜だけでもシンデレラボーイ Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさらって Do you wanna hold me tight? ちょっと気取ったシンデレラボーイ Do you wanna dance tonight? 君のシューズで踊って Do you wanna hold me tight?君が好きだなんて誘ってもくれ抱きしめてもくれない不思議色のムーンライト素敵な夜よ瞳に飛ばすの誘惑のレーザー二人だけのパラダイス飛んでみたいのよ今夜だけでもシンデレラボーイ Do you wanna hold me tight? 違う夏指と鳴らして Do you wanna hold me tight? スパンコールのシンデレラボーイ Do you wanna dance tonight? 夢の扉を開いて Do you wanna hold me tight? いやいやいや重たいな体がビーズのため息夜空にこぼしてステップ踏むエンジェル感じてほしいの今夜だけでもシンデレラボーイ Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさらって Do you wanna hold me tight? Do you know? ハート赤く火花散らしてもっともっともっと熱く熱い日々と鳴らして Do you wanna hold me tight? Hold me tight でいいんだっけ、まあなんとなく詩が頭の中に入ってきたって感じなんだけどそう本番でまあ、これ、練習に使ってるやつだと、このキーだと歌えないんだよね。そう、一つ二つぐらい下げないと。そう、ね。はぁ、はぁ、遠いな。今日はなんでこんなに遠いんだろう。そうか、これ収録してたんだ、まだ。まあ、そんなわけでですね、なんかね、そう、なんかね、全部が中途半端でさ、今、うん。全部が中途半端で、まあ、一気にやろうと思って広めちゃったから、全部が中途半端、一つがこけて、全部が中途半端っていうところだと思うんだよね。そう、何にもやりきれた感を感じなくて、で、自分の中で、なんとなくね、どれもなんかモチベーションが下がってるって感じなのよ。そう。どうしたもんかな。どうしようかな。どうすっかな。まあ、一番簡単なのはもう全部ピシャッとやめちゃうっていうのなんだけど、そう、ピシャッとやめちゃうのも簡単だけどさ、また、再開するのがものすごくエネルギーがいるわけじゃん。そう。じゃあ、仮想現実って考えよう。そう。スパッとやめちゃったとして、じゃあ、何をするか。そうね。そう。まあさ、そうなんだよね。そう、動いてるとね、そうね。もちろん、やりたいっていうのもあるんだよ。まあ、ちょっと前話したかもしれないけど、まあ、カラオケライブ。そう、駅前でカラオケライブっていうのを、週1回とかやりたいんだけど、まあ、続くのかなと思うと、まあでも続くかどうかなんかやってみなきゃわかんないしさ、やってみて続かなきゃまあそれでしょうがないじゃんっていう風に思えばいいんだよな。うん、誰かに約束してるわけでもないしさ。まあリスクがないもの。いや、YouTube もリスクなんもないけどね。リスクがないものから、まあ、やっていけばいいのか。やっと着いた。体重たいな、今日は。まあ、もっか一番リスクあるのは、ダイエットなわけよね。金銭的にもそうだし、精神的にも。だからまあ、ダイエットが一番精神的にきつい。まあ、続けるっていうことが大変じゃ大変だけど、まだね、3年のうちに100日で、投げ出すような時期じゃないよね。どうしよう。どうすればいいんだ。よし。まあ、とりあえず、収録しっぱなしのデータは、まあ、全部、なんか適当なタイトルつけて載っけようかな。まあね。まあ、Vlog って言えば Vlog だしね。悩んでいる私も私だし。まあ、とりあえず、今収録してあるもので、保存してあるものは、全部とりあえず、コーディングして、YouTube にアップしよう。まあ、その中からなんか、また、発見すると。そんなわけで、今日はここまでとします。まこねでした。